はい、全国5万人の Go プロ実況チャンネルファンの皆様、今宵もじゃないね、昼前ね、Go プロ実況チャンネル放送スタートです。ということで、画面がキョロキョロ動いてるのがわかると思うんですけども、ヘッドバンドを買ってみました。で、ちょっと恥ずかしいのでエンジンかけます。かけて移動しますけども、よいしょ。ヘッドバンドを買っていろいろとテストをしてみようかなというところですけども、なかなかね、車でヘッドバンドをしてる人いてないと思うので、意外と恥ずかしいです。はい、ということで、本日ですけども、もうね、スカイラインで実況すると非常に気を使いますね。はい、本日ですけども、GoPro Hero 5 Black Edition、これにヘッドバンドをつけてますけども、ちょっとね、なんて言うんでしょう、画面というかカメラ自体が上の方にマウントされるので、ちょっと絵面的には窓が下の方に来てしまうことはご了承ください。で、マイクですけども、今日はこのヘッドバンドを買ったついでに、ここね、こういうところでちょっとヘッドバンドなんでブレが出てしまいますけども、そのマイクですけど、 AT9905 何だっけな、バイノーラルマイクみたいな、耳に挿して、使うタイプのマイクを購入しました。1800円ぐらいでした。なので衝動買いです。はい、どうでしょう。テスト、家の中でテストした感じだと、音は入るかなと。骨伝導みたいな原理なのか何なのか分かりませんけども、比較的音がクリアに入るなっていう印象でした。で、実際車載にしてみたらどんな感じかということで、実験しています。上下動だけはカメラの重さでどうしてもヘッドバンドなんで、動いてしまいますですけど、音質ですね、音質拾える音域の帯域が20から2万ヘルツということで、比較的広い音域も拾えるなというふうな、表記だけですけどね。で、実際にどんな感じかなっていうのを今こうして外に出てきてやってます。時刻は午後2時5分ということで、今日はもう非常に暖かいというか、もう暑いですね。車エアコンオンになってます。はい、で今エアコンオンなんで非常に快適ですけども、一回窓を開けてみたいかなと思います。はい、でこの辺の音がどれぐらい入るのかなというところが、使えるか使えないかなというところの境かなと思うんですけども、あとこの、耳にしてるんでね、モノラルマイクで今左耳にしてます。左耳なので風切り音の影響も少ないかなと思いながら実験ですけども、どうでしょうね。何ああ言うてたね。この車タービンターボ自体、変更されてるんですけども、コーテッドシュラウドっつって、なんていうのね、キュイーンっていう音が特徴的なんですね。それが、音域マイクの帯域によったら拾えないマイクもあるので、どんなもんかなと、2万ヘルツはどんなものかなということで、今キュイーン言うたんですけども、どんなもんかなっていうので、いつもの山坂道に持ってきて実験しています。はい、
ねヘルメットをマウントにするべきなんでしょうけど、さすがに一般道でヘルメットをかぶって運転するまでの勇気はなかったです。またヘルメットって白色なんで目立つんですよね。なのでヘルメットマウントにはせずヘッドバンドということで今していますけども、どうでしょうか。設定は 1080p の30フレーム魚眼向こう手ブレ補正ありで撮影しています。で、モノラルマイクなので、どんな風に収録されるかな、どんな絵になるかな、非常に楽しみなんですけれども、このヘッドバンド良かれと思って買いましたけど、どうですかね、もう一個なんか違うのを買いそうですね。このブルブル感とこの装着した時の締め付け感、締まりがいいのはいいでしょうけど、なんて言うんでしょう、締まりがいい割にはブルンブルンするなという印象です。はい、でマイクと違って固定物というか対象物、動かない対象物が近くにこうやってここであるとか、こう動かない固定された対象物が近くにあるので、こうやって首を振った際に、景色、遠くの景色じゃなく近くの動くものがブレて見え、ブレてというか車酔いしやすくなるのかなというふうには思いますけども、あんまりこのヘッドバンド的な車載っていうのはなくはないんですけど、なくはないんですけども数少ないなと思うので、自分なりの防備力も込めながら実験ということで、もう少しね、目線の高さぐらいまでカメラを落とせたら一番いいんですけども、どうやって落とそうかなと思いながら実験しています。全部がゴムバンドなんでね、頭の形とかもあるんでしょうけども、どうかなっていうふうには思います。でもね、やっぱり、ああいうモトブログを見ていると、こうやって景色というか目線がね、変わっていくのも、ちょっと面白いなと思ったので、自分なりにどんな感じかなっていうのはやっぱり実験してみないとわからないのでね、このマイクにしてもそうですけども、どんな感じで収録されるのかな、静かな環境だと当然何でも撮れて当たり前なんですけども、おっとよいしょ、広角で撮ってるので、比較的早く感じられるかもしれませんけども、言うほど僕踏んでないので、これ、車の話し出すとあれですけども、R34GTR に積んでいるウケトラグ6速ミッションっていうのに変更してます。なので、ファイナル最終減速比はそのままで、ミッション交換しているので、ギア比自体がすごくローギアになってるんですね。
なので、まあ街中では忙しいけども、ご元気よくつながって、気持ちいいよ、まあ、そんな元気になってます。で、まあ普段のメインチャンネルの方では、スカイラインの音をいかに綺麗に収録するかっていうところにこだわって、いろいろマイクの設定だとかやっているんですけども、まあ、実況するにあたっては声が入らないことには何の意味もないというか、ね、何の実況やねんみたいな、声が聞こえなかったらつまらないというところでもあるので、まあ、収録される音はちょっと犠牲になるかもしれないですけど、もしかしたらまあ、それはいけるのかなとは思いながらこのマイクをやってますけども、バイノーラルマイクって、まあ、耳のイヤホンの位置、イヤホンというかイヤホンのようにつけて、自分の耳で聞いたこのような収録をする、そんなイメージでいいと思うんですけども、そのバイノーラルマイクも考えたんですけど、ステレオマイクにするとどうしても両耳が塞がってしまうと、いうのと、まあまあ実況をするにあたって、そんなに、まあ、音質はそこそこでいいのかなとか思いながら、これどうでしょう、カメラのもうちょっと下向きにした方がいいかな、普通にこうちょっとやれば映ってしまいますもんね。無意識的にこう顎を引いて、顎を引けっていう感じで収録してますけども、ちょっとカメラを下向けてみましょうか。向こうかな、危ない、やめとこう。すぐに信号待ち多分来るんで、そこで合わせましょうか。あまりできるだけ低速で人とはすれ違いたくないですね。恥ずかしい、なんせ恥ずかしい。ヘッドギアつけてるようなもんですからね、ヘッドギアつけて運転、まあ遭遇しないでしょう。レアキャラだと思いますよこれは。まあいつものこの山下タクシー通勤路、カメラのブレね、こういうところわかりますか、カメラだけが動いてるんです。僕は首座ってるんでね、ゆっくりする下がった。さてどうでしょうか。よっしゃ行こう。ゴー。もういい感じ。ゴーゴー。まあいろいろと課題点はありますけども、まあ実験なんでね。まずこの組み合わせがいけるかどうか。そういう実験なんで、今のマイクの線が左目の前に出てきたんで、僕は鳩じゃないですよ、この首キョロ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 動いて見えますけども、こんな感じ、危ないから入ってはいけません、入ってますね。これ、上にあるのが SDD ストップドランクドライビングプロジェクトということで、まあ飲酒運転やめましょうよということで、FM 大阪、ラジオ僕好きだっていうことも前の動画とかでいろいろ言うてますけども、 FM 大阪でやってる運動SDD ストップドランクドライビングプロジェクトということで、僕は、まあ、そういう飲酒運転は許しませんよ、しませんよ、皆さんも飲酒運転やめましょうね、まあ、そんな感じであの SDD 貼って運転して、で車載にも映る位置に SDD 貼ってます。皆さんも一度 SDD 検索してみてくださいね、気になる方は、飲酒運転はもう犯罪ですからね、はい、でその下にあるのが SOD って書いてますけども、3年間やってちょっと今お休みしてますけども、
スカイラインオーナーズデイということで岡山国際サーキットで、イベントをしてました。はい、この鼻のすする音とかも入るんですかね。どんなマイク、このマイク自体の性能はどれぐらいなのか全くわからないっていうのもあるので、まあ、僕で言うと癖でブレス喋ってる間のブレスをするときにってこう言うたりする癖があったりするんですけども、そういう癖も車載を取ってるとあったりするんですけど、そのブレスの音も入るのかな入らないのかなとか、気になったりします。どうでしょうね。まあそのスマホで見る感じだと結構ブレてます。手ブレ補正、この GoPro の手ブレ補正っていうのはそんなに効果が薄い感じがするんですね。で、まあ、今アクションカムも手元にちょっと拝借してありますけども、まあ僕のものじゃないのでずっとあるわけじゃないんでね、あっちの方がこういうマウントでサイドマウントにするには適してるかなとは思いましたけど、いかに自分の機材で、どこまで取れるかなっていう実験をしとかないと、あとあと、まあ、ためにならないのかなとは思うんで、まあ、今窓全開ということです。前の車はあれですかね、セブンイレブンの配達トラックですかね、711セブンイレブンですね。どうでしょう、どうでしょうか、何がどうでしょうかな。まあしかし、いい天気ですね。雲も一つある。雲の感じとかわかるかな。オープンカーでこの、あでも無理やな。オープンカーで今の組み合わせ撮ると、すごく綺麗な絵が撮れるのかなと思ったんですけど、オープンカーで。ヘッドバンドをする勇気は僕にはないです。トンネルになると無意味にシフトダウンをしたくなる。声が入っているかどうかも分かりませんけど結構今声はちょっと大きめのボリュームですけど、車の音自体も結構大きな音で入ってるというか流れてるというかなってます。どうでしょうね、音と声どんな感じでしょう。また窓も全開なんで風切りよ、キュイーンキュイーン。そんなに速くないですね、全く無理だ。全く声が入っていないと寂しい場合になりますけども、どうでしょう、おそらく入るかなとは思いますけども、耳につけてるんで、自分の声いうか、まあ、突然動的な感じで口から出た音も当然拾うでしょうけど、耳の中で響いてる音もおそらく拾ってるんじゃないかと思ってます。聞いた感じのテスト収録ね、部屋でテスト収録した感じの音を聞くと、骨伝導的な耳の中で響く音もおそらく入ってるんだろうなと。もともとが電話の音声を収録したりするのに使うというようなマイクの使い方をするのするっていうか、そういうマイクらしいです。なので、まあ、耳元につけて相手の声っていうのは受話器で当然聞こえたもの耳につけてるのでそのまま入ると思います。
で自分の声もクリアに入るということを書いておったので、耳につけたまま自分の声も入るということは、やはりそういうのに耳の中にマイク仕込めば自分の声聞こえやすいのかなとかは思いますけども、それの実験も兼ねてます。でこれが今走っているのが風吹峠、和歌山大阪間を走っている風吹峠になります。風吹峠ね、あんま通れないのはご覧のようにトラックがやっぱり非常に多いんですよね。大きい大型のトラックは結構走りますので、道も同じぐらいですね。そんなに良くはないけど、広くなったんですよ、だいぶ。左側に見えてるのが旧道、旧の道なんですけども、そこから新しい道ということで今こっちの道走ってますけども、非常に綺麗になったんですね。なので走りやすくて交通量、渋滞も緩和されたんですが、あんまり使わないですね。自分のペースで走れないっていうのはなんかつまらんなっていうのがあるので、あまり使わないですね。2車線になりましたと。車来ると恥ずかしいですね。ヘルメット、モトブログのヘルメットでつけてる場合だと多分そうでもないのかな、どうだろうな。でまだね、車自体目立つでしょこれ。なので目立つ車で乗ってるやつがこんなことをしてる、どうでしょう。でこれ、ゴールデンウィークの休みの時に、竜神スカイラインで野営をしたいなと、それも当日行っていきなりこのヘッドセットを使って、実験して失敗、それも嫌なので、どこまで使えるのかな、どういう組み合わせが一番いいのかなって思いながら試行錯誤をするテスト、そんな感じですね。いや、いろいろ考えたんですよ。手につける、ここにつけるタイプの、なんていうんですか、あるんですよ、このマウントね。ただこの車ミッションなんで、ミッション映るかな、ミッションなんで、僕の癖として左手はだいたいシフトノブのところ、車のシフトノブですよ、僕のシフトノブじゃなくてね、車のシフトノブのところ、車のシフトノブのところに手を持っていく癖があるので、それもはい普段してるわけじゃないですよ。一人でこんなことしたらね、ちょっと痛いですけど、収録してるというのとカメラの映像が多分ブレてるだろうなっていうので、分かりやすくするために、なんていうんですか、やってみました。これでも、売れてるなりにね、面白い絵面が撮れるんであれば、それはそれでありかなと、というふうには思ってます。はい、30分近い動画なので、25分ということで、これ曲がると、さっきの
出発時点のコンビニということになりますけども、いかがだったでしょうか。はい、まあこんな感じでちょっとスカイラインの車載、まああまりね、毎日毎日乗らないし、昼間動かすことが少ないんで、なかなかどうかなと思いながら、たまたま今日昼間乗れる機会があったのでこれ実験してますけども、またこうやって、スカイラインの動画も少しずつ上げていければなと思っています、はい、それではまた皆さん、次の動画でお会いしようと思います。それではまた、バイバーイ。